このゲームはザンクとヤコブパルクで行われます。3万8000のスタジアム収容人数を誇り、数多くの国際試合も開催されています。この時間は群馬対金沢、こちらをご覧いただきます。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。群馬、この試合 4-4-2 というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか？そうですね、昔から、あるバランスのいいシステムですよね。そうですね、フラット型の場合、システム全体がサイド攻撃主流になりますからね、サイドハーフとの連携が大切になってきますよね、はい、また中央にダイヤモンドを作る形でも、バイタルを作るためには相手ディフェンスをできるだけ散らす必要がありますから、キープレーになるのは、サイドバックになってきますよね。なるほど、サイドバックの上がりが重要ですね。この 4-4-2 のサイドバックは攻撃参加の機会が非常に多いですからね、スピードやクロスの精度、そして何よりも運動量が求められるポジションですよね、おそらくチーム内でも走行距離は一番多いんじゃないでしょうかね、はい、さあ前半見ていきましょう。群馬対金沢、エキシビションマッチをお届けしてまいります。立ち上がりですよね、はい、ここをしっかりと固めていかないと自分たちのプレーがしにくくなりますからね、相手よりも先手を取るためにゲームの入り方に集中することがまず重要になってきますよね。なるほど、では立ち上がり見てまいります。田中、中山、ふわっと裏を狙う、絶好の位置で受ける、シュート、止めた。しかしこれよく止めましたね。いやー、いい反応でしたよね。ファインセーブですよね。これはこの難しいボールによく触りました。ちょっと浅いか、チャンスを演出できるか。もう一つ前に行きたい。どうする、これ仕掛けるか。さあどうする、いい反応でしたね、北澤さん。いや、素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。好セーブを見せました。短く出す、中は枚数いる。さあどこに出してくる、サイドへ、どうする、ミドル、オフサイドです。キーパーからのロングフィード、ルーズボールから、クロスを選択、群馬、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。さあここでカウンター、中山、松本、裏のスペースを狙う、いいボール入りますよ。一旦前を取る、松田、藤村へ、松本、サイドを使います、藤村、チャンスを演出できるか。
金沢、先ほどから前線の選手が下がってきていますけれども、北澤さん、これはどのような意図があるんでしょうか。まあ、相手ディフェンスを引っ張ってくると同時に、自分が攻撃の中心になれるということですよね、はい、相手を背負ってキープしつつ、前を向ける力が必要なので、この能力がある選手しかできない動きですよね。さらには得点力も必要ですからね。なるほど、まさに偽の9番ですね。そうなんですよね。仕掛けるか、抜いた、勝負だ、触る、拾いたい。いや、今のは本能で飛びましたよね。まさに獣のような瞬発力ですよね。杉浦、チェックを受けながらのドリブル、縦に送ります。スルーパスを狙う、杉浦、杉浦、これは繋がりません。細貝、畑尾。前半17分を経過、今日はまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。中山、左サイド上がります、大きく縦へ、畑尾、縦へのボール、中山、田中、サイドを使います、また中央へ、中山、いけるか、金沢、ここはクリアでピンチを脱します。田中、ここ来ましたよ、サイドへ、さあ上げる、中央へ、金沢、ここは大きくクリア、危ないシーンでした。中山、これ仕掛けるか、パスをつなぎます、パスをつなげます、シュート、決めた。いやー、ファインセーブでしたね。いや、これぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。この場面でスーパーセーブです。金沢、一旦クリアで落ち着かせます。金沢、ここでファールをもらいます。キーパーから前線へ、これをカットします。ボールを下げてリズムを作るか、藤井、パスでつないで攻め込んでいきます。群馬、裏へのスルーパス、いいボールだ。あ、いい展開ですね。クロスを選択、頭で来た、頭にピンポイントで合わせたんですが、ここは決まりません。いいポジションを取ってしっかり合わせてきたんですけどもね。群馬、決定的なチャンスを収めることができませんでした。松田、島田へ、チャレンジはしません。後ろに流す、藤村、長いボール縦へ、平松、ボールがつながる、長いボールを送ります。松本、
左サイドを上がっていきます。大きくサイドチェンジ、このパスがつながります。前半29分が過ぎました。ここで丁寧にボールを扱う、うまいですね。中人数揃っている、仕掛けるか、松田上げる、中央へ、このクリアボール拾いたい。田中、藤井、田中、大きく縦へ、田中、素早いパスで攻め上がっていきます。松田、藤村へ、毛利、杉浦、ゆるく狙ったボール、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。シュート、ルーズボール、枚数いる、中につなぎたい。クリアが浅い、激しいボールの奪い合いです。島田、このボールはつながりません。ルーズボール、中山、藤井、群馬、なかなか前にボールが運べません。畑尾、中山、田中、サイドを使います。中山、これ仕掛けるか、さあ左へ預けて、どうだ、クロス、ボールはクリア。田中、さあ左サイドへ、中山、田中、チャンスを演出できるか、いけるか、細貝、裏へ届くか、シュート、前半のアディショナルタイムです。流れるパスワークからゴールが生まれました。これだけの連携プレーっていうのはチーム全員が意識してないとなかなかできないんですよね。見事な崩し方ですよね。
1対0。おっと、これは試合を止める笛のようです。前半終え1対0。北澤さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。群馬としては前半からかなりのシュートを打ってますよね。ただそれ自体はいいんですけども、ちょっと決定力に不安が残りました。これだけ打ってまだ1点しか取れてないとも考えられますからね。群馬対金沢、群馬1点を先制して後半を迎えます。さあ後半キックオフ。群馬としては後半攻めに行くのか守りに入るのか非常に楽しみでありますけども、どちらにせよこの立ち上がりは注意したいところですよ ね。藤村へ、縦へのボール、中山、畑尾、細貝、中山、藤井、田中、来た、これはこぼれた、どうする。さあ右へ預けて、どうだ、速いパス回し、勝負のシーン、細貝、ロングフィードで狙う、藤村、長いボール縦へ、松田、藤村へ、杉浦、松本、藤村へ、右サイドへ振って丁寧に足元を使う、中は枚数います、渡ります、シュート、いやわずかに右へそれました。田中、藤井、右サイド上がっていく、撫でるようなボールタッチ、さあつながるか、足元大事にいきます、クロス合わせてくるか、ドルーズボール。群馬、このセカンドハーフ序盤を1点差でリードする展開になっているんですが、北澤さん、この後どうご覧になりますか。そうです、打った、ルーズボールになる、細貝、この試合アシストを記録しています。田中、サイドへ、ここは間合いを取る、アーチのようなパス、これ仕掛けるか、藤村、大きく縦へ、毛利、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。群馬としてはまだ守りに行く時間帯じゃないですからね、積極的に追加点を狙ってどんどん行っちゃっていいと思いますけどもね。さあどこに出してくる、抜ければチャンス、縦へのボール、
さあカウンターを仕掛けます。ここはキーパー処理しました。松田組み立てていきます。藤村、長いボール縦へ、島田、ふわっとしたボール、杉浦、松本、サイドを使います。平松、組み立てながら攻め上がっていく。藤井、田中、中山、ボールの奪い合い激しいものがあります。細貝、田中、裏へ出るか。このボールはカットされます。松田、島田へ、藤村、大きくサイドチェンジです。ここも固い守りでボールを奪います。群馬、緩いボール、このクリアボール次へつなげたい。群馬、ここクリアで難を逃れます。ボールが迫る、藤村、サイドへ、さあ上がる、頭だ、セーブ。いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これこのピンチよく防ぎました。平松、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。金沢としてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。高木、ここで前を向けるか。ここで丁寧にコントロール、田中、中山、田中、失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。さあ左へ預けて、毛利、左サイドを上がっていきます。松本、いやー強い、いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。うわ、取らないですね。松田、藤村へ、藤村、松田、島田へ、スルーパスを出す、いいボールでしょ。この位置で受ける、クロス、ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。どうする、杉浦、島田へ、
群馬、この1点リードの状況で残り時間をどう戦えばいいですか。まずはここでの失点は絶対に避けたい場面ですよね。決して無理をしないことが重要ですよね。時間を稼ぐ形でその都度相手に対応していくのがいいと思いますけどもね。うわー、同点、素晴らしいゴールでしたね。ここに来て追いつきました。直接叩き込んできました。精度の高いキックでしっかり決めてきましたよね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。精神的には追いついた側の方が若干有利でしょうかね、はい、まあどちらにしても体力的にはきつい時間帯なんで、あとはもう気持ちですよね、はい、細貝、両チーム一歩も譲らないというこのゲーム、同点ではありますが、この終盤いつ試合が動いてもおかしくない状況です。そうですね、どっちが勝ってもおかしくない内容ですよね。この終盤で踏ん張った方にまだチャンスが来そうですけどもね。バーへのボール、三浦、ここは抑えました。惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。スルーパス、松田、柔らかいボール、ちょっと伸びてしまいました。いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。パタオ、時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもね。藤井、群馬としては時間ないですからね、ここはシンプルな攻撃でもいいと思いますけどもね。細貝、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。主審流します。松田、長いボールを送ります。平松、つながります。中山、どうのかこのパス、ここで受ける、シュート、いやいや、ナイスセーブ、いやファインセーブですよね、よく取りましたねこれ。ラストチャンス生かせるか、ショート上げる、スーズさらに入った、これはゴラソー、いやーなんという、いやなんという、高木がこぼれ球に反応しきっちり詰めていきました。いやポジショニングセンスが光りましたよね。セカンドボールをしっかり予想できてましたからね。自分が今いる位置が把握できてないとここまで落ち着いて流し込めませんからね。見事ですね。土壇場でのか、ここで笛です。2対1、群馬1点差、接戦を見事制しました。いやー北澤さん、終了間際に決勝点が決まりました。いやー終わり間際で見せてくれましたね。笛が吹かれるまで諦めない、やはりこの気持ちを最後まで持てたかどうかってことですよね。はい、そうですね。そろそろお別れの時間となります。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。群馬2対1、接戦をものにしています。